でその暗記の部分だけやるってやり方したら間違いなくそうなるじゃないですか。そうなりますね。なんで非常に危険な勉強方法だと思いますね、はい、頑張って覚えた、でも用語の意味がわからないから結局入試とか問題だと使えないっていう感じになっちゃうと思うんで、はい、武田塾チャンネル。皆さんこんにちは、武田塾教務の高田です。武田塾こちらみ総合校社長の太田です。太田先生、はい、また最近武田塾どんどん増えてますね。ですね。東京の中野とか、はい、群馬県の太田港とか、どん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 いろんなところに武田塾が開校しようとしてますね。なるほど。いや、中野校の校舎長なんですけれども、はい、お茶の水本校に元いた生徒、はい、かつベテラン講師だったんですよ。あ、もうだいぶ前ですね、はい、ということは今、まあ、本当社員として、はい、なるほどなるほど、塾生出身、僕とか山井さんみたいな感じですね。そうですね、はい、まあ、なるほど、はい、なので塾生の気持ちとかもしっかり分かっていい仕事してくれるんじゃないかなって期待してます。成績いっぱい伸びちゃいそうすごい先生、はい、そんな先生がいる校舎とかも、まあ、どんどん増えてきますね。そうですね、はいはい、では今日も、質問が届いてます、はい、ナビゲーター世界史って講義部分読まないでポイントチェックの方だけやり込むのってありですか。まあ、ナビゲーター世界史別冊だけやるのありみたいな、はい、そういう質問ですね、はい、まあ、ナビゲーター世界史そもそも、はい、まあ、4巻全部であって、はい、で講義の部分が、前半に入ってて、はい、後ろの方にその冊子みたいなんで、文章があってその空欄に世界史の重要語句を埋めていくみたいな、はいはい、その暗記用の冊子があるんですよね。そうですね、はい、でそっちだけやるのありなのかみたいな、講義の方を読まなくていいんじゃないかみたいな質問なんですけど、はい、これ太田先生どう思いますか。なしですね。なし、はい、理由としてはやはりポイントチェックの方だけ覚えても忘れます。なるほど。流れが全く頭に入ってなくて、はい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 、例えば、モンゴル帝国の、はい、戦後制だとか駅伝制だとか、はいはいはい、そういうのが羅列されてるって格好が気になってそこを覚えるにしてもつながりがわからないんで、うんうんうん、全然頭入ってこないんですよね、うん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 、で例えばじゃあ100歩譲ってどういう使い方がいいのかと言いますと、はい、もう本当に世界中の流れ頭に入っているよ、最終的にチェックするためにポイントチェックだけ使いたいっていう人は、まあ、ありだと思うんです。なるほど。学校の授業とかしっかり受けてて、はい、世界史の流れを理解してる人は、はい、その暗記の確認だけでいいけども、はい、流れをまず理解してない人は講義の部分しっかり読まないとダメだよということですね。おっしゃる通りですね。でそのやり方して、すごい失敗パターンというのはたくさんあって、はい、その日本史世界史その歴史に共通するその社会の失敗パターンとして、用語は覚えました、でも用語の意味が分かってないってことがすごい多いんですよね、はい、でその暗記の部分だけやるってやり方したら間違いなくそうなるじゃないですか。そうなりますね。なんで非常に危険な勉強方法だと思います、はい、頑張って覚えた、でも用語の意味が分からないから結局入試とか問題だと使えないっていう感じになっちゃうと思うんで、はい、ナビゲーターだったら暗記の部分と本編の講義の部分をしっかり合わせて読む、合わせて進めるってことが重要ですね。これ口酸っぱく言っても治んない人もいますよね本当に、まあ、日本史だったら、まあ、スピマスの用語の部分を覚えて、はい、分からない用語とかちょっとつかみてない部分に関しては金谷のナウス流れが分かる本とか講義と一緒にセットで進めないと、はい、用語だけ暗記してその用語の意味分かってない現象っていうのが起こってるんで、はい、その勉強のやり方には注意してほしいですね、はい。あとポイントチェックやるんだったらもう一問一答でいいじゃんって思っちゃいます、はい、あ、なるほど、まあ、はい、暗記の確認というか、そうですね、暗記してるかどうかであれば、はい、世界史の一問一答でいいんじゃないですか。そうですね、もうなので、まあまあ、ホットポイントチェックの方だけやり込むっていうのはなしで、なるほど、はい、まあ、講義とセットで使うようにしてくださいね、はい、ということでした。お願いします。今回は以上です。武田塾スタジオコース、毎週水曜日20時から生放送やってます。武田塾の指導の様子を完全生公開、質問も生で返しちゃいます。ぜひ見に来てね。さらに武田塾では無料受験相談をやってます。一人一人に合った勉強法も教えます。最寄りの武田塾の校舎までお問い合わせください。